皆さんこんにちは。本日の話題は、こちらです。ペンテルスマッシュ 0.3 とうとう復刻しましたね。まあ、自分もこの 0.3 の復刻を、待ちわびていた一人なんですけども、まあ、多くのスマッシュファンがこの復刻をですね、待っていたと思います。 0.3 の、まあ、中高生がですね 0.3 を使うっていう、まあ自分もそうなんですけど 0.3 をの需要がですね高まってる中で、スマッシュという人気のシャーペンが出てきて、でこの2つが、まあ、組み合わさると、まあものすごいシャーペンシルが、こうものすごい売れるシャーペンシルができるんじゃないかなと思ってたところなんですけど、ペンテルさんやってくれましたね。もともと 0.5 以外にも 0.3、0.7、0.9 という神経があったんですけど、 0.5 を残して、1986年の販売から、まあ途中まで販売されてたんですけど、 0.5 を残して、全て廃盤になってしまったということで、なんですけど、中高生の、まあ、一番シャーペンシルをガチガチ使う、まあユーザーからの、まあ、熱い希望をですね、まあ、ペンテル社が受けてですね、今回復刻という形でまた市場に降り立ったということですね。まあ、今回2019年の3月末にですね、まあ、復刻したんですけれども、まあ、自分はですね、おとついですかね、これを 0.3 を購入したのはおとついですね。まあ、3月末から4月上旬で、まあいろいろ引っ越しとかあったので、ちょっと忙しくてなかなか手に入れる機会がなくてですね、ようやく時間ができてスマッシュ買いに行ったんですけど、自分がようやく手に入れれたのは、まあ、4店舗目ですね。はい、どこもスマッシュ売り切れで、少し何ですか、あの小さい文房具店に行ったらありました。店員さんに聞いたところ、まあ他の軸色はですね、黄色とか青とかは、販売当日、入荷して当日で、売り切れてしまったみたいですね。残ってたのは黒色だけでした。自分が、最後の2本目ですね、自分が買って最後残り1本まだ店に残ってました。まあそれぐらい人気ということで、まあスマッシュっていうブランドはすごいなって改めて実感しました。 0.5 のスマッシュと比較なんですけど、特に特筆すべき違いはまあないですね。まあ、0.5 の方が長く使ってるので少しツヤが出ちゃってるんですけど、特に違いはないですね。オリジナルの 0.3 も自分持ってたんですけど、まあ、そのオリジナルともそこまで違いはないですね。オリジナルを忠実に再現してると思います。金型が残ってたのかはまあ分かんないんですけど、はい、目視で、まあ、オリジナルとそんな大差ないと感じました。はい、こんな感じですね。もともとはですね、このグラフ線4プロの、これは製図用なんですけど、この製図用シャーペンシルの一般筆記用という形でスマッシュは生まれました。もともとこのグラフ線がですね、すごい書き味っていう評判で、まあその血を引き継いだシャーペンシルっていうことで、まあ、もちろんスマッシュも書きやすいっていうことで、まあ当時はですね、爆発的に売れてるわけじゃないんですけど、まあ、長年愛好者が多いという、まあ、そんな歴史があるシャーペンですね。このね、イボイボのグリップ、真鍮の、グリップにこのラバーの粒々がついてる独特なグリップがですね、すごい持ちやすいですね。真鍮は焼き付け塗装がされてて、まあ、マットな質感でサラサラしてます。なかなかね、この握り心地が好きですね。はい、まあ、この長さもですね、すごい持ちやすいっていうか書きやすいっていうか、
かなか、いい長さだなと思います。そんなが長くないグラフ線の方が長いんですよね。軸の上部はですねプラスチック樹脂でできています。まあ、全体的に統一感があるブラックで、まあ、デザインもですねなかなかいいんじゃないかなって思いますね。ノックボタンもねなかなか特徴的で、これはですねペンテルのデザイナーがですねオートバイのショックアブソーバーをモチーフにして作ったと言われてますね。この部分ですね蛇腹になっててノックすると収縮します。グリップもですね口金と持つところが一体化ということで、まあ、ぶれないでこうかけるというすごい理にかなったデザインになってます。デザイン美となんですかねこの実用性のデザインがうまく融合した、まあ、素晴らしいペンですね。では最後に書いていきたいと思います。芯は初期芯でおそらくアインシュタインの HB の 0.3 だと思いますね、はい、では書いていきます、うん、あやっぱ書きやすいですね。 0.5 の時もですねかなり書きやすいなと思ったんですけど、やっぱ 0.3 はシャープな線が出るんで、まあ、気持ちいい書き味ですね。カリカリっとした、はい、まあ、まあ黒一色なんでね、まあ、黒いペンって世の中にいっぱいあるんで、まあ、筆箱を構成するときなんか統一感出せると思います。 0.5 と一緒に筆箱に入れてもいいと思いますね。はい、これぐらいで、この動画終わりたいと、ああ転がっちゃった、はい、ではこれぐらいで、動画を終わりたいと思います。 Twitter、Instagram もやってるので、自分写真も趣味なので、もしよかったらフォローしてみてください。あと YouTube のチャンネル登録お願いします。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。では、これぐらいで動画終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。さよなら。